日本の新鋭ボクサーに米国から熱視線が継がれている。WBO アジアパシフィック、AP、ウェルター級王者、佐々木仁、八王子中屋の衝撃 KO 動画を米興行大手、トップランク社が、ぶっ倒す、と公開。米ファンから、眠らせた、もう一人の井上だ、と称賛されている。鮮烈な一撃だった。佐々木が小原啓太、美佐子を迎え撃った4月の一戦。2回に先制ダウンを許したが、逆転劇は3回だった。左ボディでダウンを奪い返すと、距離を詰めてワン、ワン、ツー。実績のあるベテランを仰向けに倒し、3回1分13秒 TKO 勝ちを飾った。リングサイドから収めた衝撃 KO 動画をトップランク社公式インスタグラムが公開。文面に、ぶっ倒す、と綴ると、米ファンから、眠らせた、おやすみ、もう一人の井上だ、と注目を浴びた。22歳の佐々木は16勝、15 KO、1敗1分け。多くの世界王者を生んだ日本だが、同級では未だ誕生しておらず、佐々木は、日本人史上初のウェルター級世界チャンピオンになる、と常々口にしている。